ああ、聞こえますか？聞こえるかな？ちょっと待ってください。あ、イコさん、こんなの。ちょっと待ってね。これで映るかな？ちょっと待ってくださいね。いろいろと久しぶりにこのあのね、縦型配信をするので、ちょっといろいろと不慣れな点がありまして、この辺に置いとけばいいかな。ありがとう、来てくれて。ゆっくりしてってください。この辺かな。よし、完成。配信画面今作ったばっかみたいな感じになってるんだよね。うんうん。お、猫さんもこんなを来てくれてありがとう。いや、なんか急に配信がしたくなってさ、そういう時あるんだよ。ちょっと待ってね。いや、皆さん今日はいかがお過ごしでしょうか。あのね、新年度ということで4月1日、いろいろとね、まあ、新しく、まあ、仕事が、修行されたというか、始まったと思うんですけど、まあ、変わらないよね。まあ、前年度と同じように、同じような作業をね、やっていくと思うんだけど。お、スーさんもこんなを、来てくれてありがとうございます。みんな、ちゃんと、ツイートした通り、ポストか。ポストした、ポストした通り、寝る準備はもうすでにできてますか？ちょっと待ってね。靴下履きたい。靴下履けてないんだ。これちゃんと縦型配信になってるかな？そもそも。あ、縦型かな、これは。これは縦型なのかな？ OK、 ありがとう。よいしょ、久しぶりの縦型配信で。なんかこれ、縦型配信、ゲーム用の縦型配信の画面なんだけど、なんか全然ゲーム画面も何も映ってなくてびっくりした。あ、そうそう、明日ね、ショートが上がります。この前さ、急遽、配信したじゃないですか、ホラーゲーム。あのね、あのホラーゲームのさ、見どころ？あそこ覚えてる？あのさ、あの、普通車とさ、普通車とグリーン車で迷ってみたいなところ。で、自分普通車選んだら後悔したってやつあったじゃないですか。あれをね、ちょっとショートにしようかななんて思ってます。そっか、可愛いのかな可愛いのかどうか分かんないけど。そうね。いや、楽しかったね。ああいう急な配信もさ、まあ、みんなが来てくれるならね、やりたいよね。今日もね、誰かが来てくれるかなと思って。みんなタイムライン上にいたからさ、配信しちゃえと思って今配信してます。
バリバリお絵かきしてた。いいですね。僕もさ、昨日、まあちょっと家にいなかったから、まあ外で iPad で書いてたんですけど、iPad で、一個ね、ちょっと怖いイラストをね、まあ、X でポストしましたが、スリップノットさんっていうね、まあ、僕の好きなメタルアーティストの、まあ、ボーカルの人ですね、を書きました。結構ちゃんと書けたんじゃない？あれ。楽しみです。ありがとう。結構、リアルに書けてたんだよな。もっとね、いろいろと、絵描けるようになりたいな。あとさ、ちょっとこの僕のさ、体の周りちょっとなんかオレンジに光ってません？あ、ちょっと待って。あ、もったいないことした。ちょっと待ってね。せっかく今お茶ついでるからさ。ちょっと待ってね。これでいいんだっけ？ちょっと自分で。あ、大丈夫ですかね。よし、行こう。はい。なんか、毎回、たびたび、どんどん、適当になってきてる。ちょっと適当になってきてる。まあいいか。うん。ちょっと待って。うん、大丈夫だね。BGM と声のバランスとか大丈夫だよね。多分ね。いや、みんなこんなおです。ゆっくりしてってください。まあみんなでゆっくりしよう。僕もゆっくりしたいんで。お、バランス大丈夫か。ありがとう。今日は、まあ早めにね、帰ってきましたよ。ご飯食べて、帰ってきて、もうね、ちょっとね、ショート動画作る気満々だったから、あ、今なんかお風呂とか入っちゃうと、お風呂上がった後に作業できてるかわからないと思って、その時にモチベが保たれてるかわかんないっていうことでさ、お風呂入る前に作業バーってやって、完成させて、お風呂入って、お風呂入る前にさ、配信しようかなっていうポストして、速攻で入ってきてね、今に至ります。お疲れ様です。ありがとう。真面目かな？どうなんだろう。でもさ、そう、なんか、結構ね、ちょっとね、あんま自分で言うのもあれだけど、結構さ、最近なんか、カイオンジ、配信してるし、なんか、ショート動画作って投稿してるし、待って、カイオンジ、これ怠惰なのかと。怠惰な半身やっていけるのかと。怠惰の神様じゃなくなってきてるかもしれないっていう、皆さんからの批判は、もうね、お受けいたします。確かにこれは怠惰じゃないかもしれない。これ、怠惰じゃなくなるって言っていることが怖いです、カイオンジ。怠惰な半身なのに。まあいいよね。そうですね。やっぱ皆さんもうすうす感づいてた。まあ配信以外はね、結構まあもちろんさ、なんか、しっかりしてるとこ人って見せたいじゃん。周りに。僕ね、あ、ちょっと待ってね。人から見られてないところはね、十分怠惰なので、皆さん、ご心配なく。大丈夫ですよ、皆さん。僕はしっかり怠惰です。あ、そうだ。一応この配信、録画しておこう。いいじゃないですか。ありがとう。でさ、そうそう、イコさんがさ、ポストで言ってくれたじゃん。
僕が自分書いてる自分をさ、あのネットプリントでみんなにね配布しちゃえばいいんじゃないみたいなあったじゃないですか。え、確かにって思っちゃったよね。全然あり。って思ったけど、どうだろうか。別にネットプリントだったらなんかね、あんまりその前、なんだろうな、副業扱いにならないんじゃないと思って。まあ僕、副業したくないから、あ、副業できないから、そう、こんななんか、あのリアルな話をしていいのかわかんないけど、みんなしてなさそうだな。そうだからね、なんか全然さ、グッズとかさ、なんだ？そう、僕ね、神様の、あの、神様というか、バーチャル東京で普通に会社員をやってるので、副業とかね、厳しいんですよ。副業になっちゃうじゃん。なんかいろいろとさ、お金儲けをすると。そうそうそう。だから、なんか、どこまでやっていいのかなみたいな。ネットプリントだったらまあいいんじゃないみたいなね。思ってまして、まあやってもいいよね。だし、そうだからさ、別に、そう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 、神様だからね。慈善活動全然 OK なんですけど。無料配布とかだったら全然いけるよね。うちの会社全然 OK って言ってますけど、いいな。ちょっと待って、イコさんの会社紹介してもらうか。これはこれはもう、これはもう紹介してもらうしかないよね。うんうん、みんなで、そうだね、みんな同じ職場に転職しようか。もう、いやでもさ、僕ちょっとね、今本当にイラストちょっと頑張りたいなって思ってるから、なんかイラストの仕事したいな。ちっちゃい会社、いや、ちっちゃい会社、まあいいのいいの、あのね、会社は、会社大きさじゃないから、自分が働いてる間は何も問題が起きなきゃいいのよ、結局は。ちっちゃい会社の風通しがいいとかさ、いろいろとまたね、メリットもたくさんありますから。そういうもんです。あれ、さっき今何話そうとしたんだっけな、忘れちゃった。あ、そうそう、今週の予定さ、あの、出しました。水曜日と木曜日でさ、雑談配信するって言ったんだけど、あ、やるんだけど、あれ、やるってツイートしたよね。うんうん。あ、してるね、してるね。えらい。雑談もするけど、何かしながらの雑談にしようかなって思ってます。ちなみに今もね、実は雑談だけじゃなくて、絵を描きながらね、雑談してます。何の絵でしょうか？さあ、何の絵でしょうか？何だろう？正解はですね。あ、そう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 。自画像、自画像。自画像なんですよね。待ってね、いつものさ、アンケートさして。もうしてるよ、これからするよっていう文字を何回打ったことか。これって見える？縦型の時アンケートってどうやって見えるんだろう。
もっとさ、顔近づけるか。めちゃめちゃ顔近づけていい？ジュン。どう？でかすぎ？まあ、これぐらい大きくてもいいよね。ちょっとコメント下に下げるか。顔が見えなくなっちゃうもんね。こっちに置くか。すごいちっちゃくなっちゃうけど、それか僕の後ろに行くか。どこに行こう、どこにしよう。難しいな、コメント置くとこ。読めればいいから、この辺にやればいいか。ごめん、みんなのコメントがちっちゃくなっちゃった。かわいい、ありがとう。まあコートも脱ぐか。え、どっちがいい？カイオンジナオさ、あ、これ知りたい。これさ、カイオンジナオとカオカプカカカカカカ、もう噛みまくってますが、カイオンジナオはコートを着てる方がいいのか、スーツ姿の方がいいのか、どっちがいいと思う？待ってね、液タブどっか行っちゃった。液タブのペンがどっか行っちゃった。いつもなくす。結構大きいんだけどな。あった。難しい。なおさんが大きいからコメントちっちゃくて大丈夫です。ほんと？まあ読めるよね。今ね、自分のスマホでも一応確認してるんだけど、まあ十分大きいよね。読めればいいかなって思ってるから。これショートになってるんだよね。なんかちょっと心配だな。なんか縦型なのだけど、ショートになってない気がしてる。あれかな、後ろにショートってつけてないからかな。何着てても最強ですよ。ありがとう。じゃあ、そうだな、ファーストインプレッション大事じゃん。ファーストインパクト、ファーストなんだ。だからしようかな。やっぱね、縦型ってやっぱ初見さんが来やすいというか、そういう特性があるんですよ。だからね、その初めてカイオンジを見た時にどっちがいいのかななんて思ってます。その時にコートなのかスーツなのか、また傘を差しているカイオンジュなのか。何がいいんだろうね。まあいっか。自分のスマホだとコメントでお顔の下半分かぶっちゃってて、そこだけ残念。あ、そうなんだ。ちょっと待ってね。あのさ、そっか、じゃあちゃんとショート画面、ショートになってるんだろうね。ありがとう、そのコメント助かる。みんなでカイオンジェナオの配信の質を上げていこうってカッコつけて言ってるけど、他力本願なのかもしれない。本当だ、隠れちゃうね。多分ね、PC で見たらね、問題ないんだけどね。あれか。もう少し上に行った方がいいのかな。
あ、間違えちゃった。カヨン10円に行きます。ギリギリ入ってるこれ。お、これぐらいか。でちょっとコメントはまあそしたらもう少し、すいません、コメントはね僕が残しておきたいからこれぐらいは欲しいな。うん、で後ろのネームロゴが見えなくなっちゃうんでこれを上げていこう。この辺だったらギリギリ見えるかな。キーボード打つようにしたら被っちゃうんですよね。あ、そうなんだ。ちょっと今調整してる。ちゃんと自分のスマホで見て調整してる。これぐらいかな。一旦これで大丈夫かな。それ、ね、打つようにすると被っちゃうのはね仕方ないよね。ほとんど画面ねなんかコメントで半分隠れるもんね。立て方って難しいや。でもなんか YouTube さんもね立て方でこう配信ができるようにいろいろと考えてくれた結果がこれなんだよね。感謝しましょう。はあ、みんなあれ見た？僕のさポスト、ファンアート見た？ふうさんはね確かこの前のね深夜雑談で聞いてた気がするから内容は知ってたと思うんだけど、面白かった。あれ結構エモい要素があってさ、あれ思ってる力入ってて笑いました。本当？あ、よかった。なんか適当すぎて怒られるかなとも思ったんだよねファンの方に。だからあんまりさ、なんだろう、ちょっとこう自信ないけど一応こう供養のために載せますぐらいで言ってたんだけど、結構ね、いいねしてくれる人もいたりして嬉しかった。何書くかアーカイブ、あ、アーカイブで見てくれてたんだ。そっかそっかそっか、ありがとう。じゃあみんな知ってたんだねどんな内容なのかは。そうそうそう、あれさエモ要素があってさ、エモい要素ね。どこがエモ要素かっていうと、あれさ、お墓の場所見た？お墓どこに建ててあったかってちゃんと見ましたか皆さん。あ、間違えて消えちゃった開運寺。消えた開運寺。書いてるかな。ちゃんとねお墓の場所見ると面白いんだよ実は。どこだろう。どこでしょうね。さあどこでしょう。
あ、もう正解言っていいじゃん。正解あれさ、NHK スタジオなんですよ。NHK スタジオ、なんで NHK スタジオかは知ってますか皆さん。 NHK スタジオ前なんですよね。あ、そう、ビルになおって書いてあったのしか覚えてないって。そう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 、そういうこと。 NAO って書いてあったけど、あれはその NHK ってそのまま書くとあれかなと思って NAO って書いてあって、なんで、そう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 、 NHK スタジオっていうのはなんかね、あの二人が初めて会った場所らしいんだよね。そう、 NHK、 NHK、 そうだからね、あそこはエモ要素なんだよ実は。まあ、少なくともカイアンジはエモいと思ってる、あれを。あ、そうなんだ、知らなかったか。そう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 。ちょっと待ってね。そうなんです。ちゃんとファンアートなの。でさ、あれ見た、お墓の名前見た、お墓の名前、お墓の名前見ましたか。あ、お墓の名前というかさ、書いて刻んであった、刻んであった文字。レストインピースじゃなくてさ、レストインピーナッツって書いてあったの。そう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 、レストインピーナッツなんだよね。可愛い要素ですこれは。ピーナッツなの、ピースじゃなくて。面白いでしょ、面白いかな、どうだろう、わかんないけど、カヨンジナはそういうとこが好き。凝ってる。そうそうそう。あ、なんか他にもなんかあったかな。あ、そう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 。ちょっとね、僕がね、もうこれはね、ファンなだけなのかもしれないんだけど、で僕もね、そこまで詳しく知ってるわけじゃないのね。で、そうそうそう。何がこだわり要素かっていうと、あの、まあ、あの落花生さんと、まあまあ名前もう出していいか、普通に剣持さんとピーナッツくんは、あの毎年ですね、クリスマスに一緒に配信して、クリスマス、あのピーナッツくんが剣持くんに、あの一曲作ってプレゼントするんですよね。それがトーピークリスマスってやつなんですけど、それをね毎回聞かせた時にね、あの聞かせ終わった後にちょっと間を置いて、ピーナツくんがケモチくんに、え、泣いてるって聞くんだよね。え、泣いてるって聞くのね。その自分が作った曲で感動して泣いてるみたいな。え、泣いてるって聞くんだけど、そうそうそう、そのシーンが好きで僕は。だから今回もそのエイプリルフールだよって言った後に、え、泣いてるってね聞くようにした。伝わってる人いるのかな。結構僕はね、あ、でも結構インプレッションすごいな、ちゃんとインプレッション上がってってるわ。結構見てる人いるみたい。そうなんです、そういう意味で。全部分かってからもう一度みたい。そうそうそう、今年の冬もやるって言ったじゃんかっていうのはフォーピークリスマスのことを言っていて、
で、まあ、エイプリルフールだったよ、みたいな。アーカイブ聞くときに、歌詞に243出てて気づきました。243ってなんだろう。ねえ、ちょっと、あれかな。カヨンジ、ちょっと声小さすぎる。声がなんか、声に覇気がない。大丈夫かな。結構声小さめで喋ってるつもりなんですけど。ああ。大丈夫かな。2434。2434。大手自分さん。あ。はい。そういうことね。すいません。僕が分かってなかった。ありがとう。そういうことです。あれね。やめろってやつね。日3時やめてってやつね。あれおもろいよな。BGM 探そっかな。なんかもっとさ、こういうちょっとジャズっぽいやつとか流したくないですか。ジャズ、ちょ、探してきていい？今探すようなもんじゃないのかもしんないんだけどさ、フリー BGM でさ、ジャズっぽいやつ探したいの。カヨンジのジャズっぽく、ジャズっぽくじゃない、ジャズに合うトークテーマが持ってこれるようにね、ちょっとカヨンジどんどん進化していきたいので。あ、じゃあちょっとさ、みんなでさ、カイオンジナオに合う BGM 探そう。みんなで。このサイトでよく僕探してるんですけど、ここでいろんな BGM がたくさんフリーでね、共有されてるんで、展開されてるんですね。無料の BGM、ここにあるのは全部無料の BGM で、今流してる曲もここから撮ってきてるんだけど、これシャローさんかな。そうそう、あ、まあ今はやめとこうか。今はね、こっちに集中しちゃうことになるし、スマホで見てる人がいたらスマホで確認すると、この YouTube がそもそもね見れなくなっちゃうから、まあね、なんかカヨンジナオに合う BGM あったよっていうのがあったら、なんか教えてほしいかも。なんかね、そろそろなんか違う BGM とかね、探しに行きたい気もしてるんだよな。まあずっと同じ BGM っていうのでさ、カヨンジナオのこのイメージが定着するっていうのもいいんだけど、それはそれでいいんだけどね。あ、むしろ PC で見てるのでスマホで聞いてみます。ありがとう。いやー、まだ月曜日だね。でもなんか月曜日だからこそ、なんか配信したかったり夜更かししたかったりするんだよな。何なんだろうね、この気持ちを。なんと表現したらいいんだろう。この気持ちはなんだろう。あ、そうそうそう、スーさん、その通りでございます。神隠しの真相ってやつのループバージョンですね。よくご存知で。そうなんですよ。好きで好きで、この BGM が。みんな明日早いんですか？僕明日ね、午前中は家にいるんだけど、午後から出ます。なので、まあ、あんまり、なんだろうな、早く寝なきゃいけないとかはないんですけど。わかる。神隠しの真相ね。神隠しっていうのがいいよね。
でもなんか神隠しって言うけど、なんか怖い神隠しじゃなくて、なんかちょっと異世界にこう誘われて、なんか そんなに怖くない異世界に誘われてる感じのね神隠し。好きだこういう曲。これも好きだし、あといつも流してるやつね、曲名がね、これなんて読むんだろうな、これなんて読むんだ、9って数字の9に龍って書いて、あれよいしょ、白って書いて、これなんて読むんだ最後、ちょっと待ってね、 BGM、 あーこれ なんて読むんだろう、わからないんだよな、読み方がわかんないけど、これこの曲が好き、あのいつもあれかな、追いかけ配信とかで使ってる BGM かな。あ、そう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 、ちょっと待ってね、開運寺ですね、ちょっとお絵かき配信と雑談配信と、まあたまにホラーゲームやってますけど、まあ Apex もまあもちろんのこと、なんかさ他のゲームないかななんてね、最近ちょっと考えてきまして、考え始めてまして、なんだろうなんだろう、なんかないかななんて、なんかリズムゲームとかもやってみたいんだよね、カイアンジ。リズムゲーム多分得意なのだけど、新しいゲームに挑戦はしたいんだけど、何がいいかな何がいいかなって考えて、え、リズム天国、リズム天国ってあるんだ、PC であるの、リズム天国、もしや、あ、プロセカね、プロセカは確かにやりたいけど、あれさスマホ版しかないでしょ、 PC 版やあったら速攻でやるんだけど、プロジェクト世界でしょ、プロセカ PC にないの？あってくれよ。あのノックプスあれだね、だからなんか仮想マシンみたいなものを立てて、そこでその仮想マシンっていうのは難しいな、バーチャルマシンっていうものを立てて PC の中に、でその仮想マシンをあれだね、あのスマートフォンとみなすみたいなにして、そこでやることはできるみたいだね。ただその時にどうやって、タッチパネルがないからさ、どうやってやるんだろうね。まあちょっと調べてみようか、難しそうだけど、でもやってみたいよね。逆にリズム天国あるのかな？ Steam で探してみるか。リズムゲーム、リズム。あー、ないな。
なんかリズムゲーないかな。あ、なんかあった。あ、なんかこれ、あ、ダンスオブファイヤー&アイスだって。簡単そう、簡単そう。え、なんか難しそう。あ、ダンスオブファイヤー&アイスだって。面白いのかなこれって。さ、スチームって共有できないのかな。難しい。なんだ、画面が。待って、でもちょっと待って、他のゲームもさ、ちょっと探してみようか。音ゲー、あ、たくさんあるよ。え、これ音ゲーなの？なんかめちゃめちゃかっこいいんだけど。あ、VR のやつとかね。太鼓の達人やりたい。太鼓の達人ないのかな。太鼓の達人、それめちゃくちゃやりたいんだけど。VR1? あ、そう、VR のね、ゲーム。この機械にスイッチ、あ、それね、スイッチね。スイッチ買うか、カイオンジ。スイッチっていくらなんだっけ。そんなに安いものじゃないよね。2万5千円ぐらい。調べよう。ちょっとスイッチあれだね。え、待って、え、なんかすごい高いのがある。あ、これでも大乱闘スマッシュブラザーズとのコラボのやつか。普通に買ったら3万円ぐらい。え、ニンテンドースイッチは4万円って書いてあるんだけど、間違いない。かーい、高いけどピクミンやりたいし、太鼓の達人やりたいし、え、太鼓の達人やってる配信者さんいるかな。めちゃめちゃ太鼓の達人やりたいんだけど、カヤンジ意外とあれですよ、あの、なんだっけな、 PSPプレイステーションポータブルとかで太鼓の達人やってた気がする。ライブ配信でやってないかな、誰か。あ、やってるよ。太鼓達人じゃない、わかんないや。でも音ゲーしたいね。そんなにするんだね。ちょっとびっくりした。自分もなんか任天堂のゲームってそんなに高いんだっけと思って。Wii とかさ、 Wii とか確か2万5000円とかじゃなかったっけ。昔の話になるけど、スイッチこんな高いんだね。びっくりしちゃった。まあでもね、やりたいゲームがあったらしっかり買いますよ、その時は。貯金もしなきゃね。あつ森、あつ森いいね。あつ森そういえばも、あれだったね。盲点だった。普通にあつ森かわいいもんね。タケケっているのかな、今でも。
ょっとお茶飲むわ。今日なんか声がガラガラなんだよね。でしょ。みたいな。みみ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 これちょっと舐めてる。これ怒られるか。おや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 みたいな。おやおやおやみたいな。おや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 。ああ、もしスイッチでするならまたその画面をね、なんか同期して PC で配信画面に映すっていうための機材もまた別途必要になってくると。なるほど。それは難しいですね。結構いろいろと準備するものがあるんだな。かわいい、かわいくはないだろう。かわいいか？スイッチ買ったら多分テレビにつながるものはついていたけど、ああ HDMI ケーブルとかそういう系は多分ね、確かについてるかもしんないね。そうね、配信だと多分ね、また別の、なんだろうね、僕もあんまり詳しくわからないけど、なんか必要だった気がする。あ、でも配信のためだったらな、カヨンジ金を惜しまないので、まあもちろん貯金をしての話だけどね。ゆっくり買っていこうか。あつ森ね、みんなでさ、あつ森なんかフレンド登録してさ、参加型みたいな感じでみんなで遊んだりとかできるのかな。そこまでできたら最高じゃない。絵描いてます。すいません、ちょっとあれだ、咳が。すいません、咳がひどい。風邪ひいてるわけじゃないから心配しないでください。大丈夫です。コメントが全然見えなくなっちゃう。こっちにするか。おもらってかっこいい、ありがとう。ちょっとね、顔が見切れちゃうとあれだからな。この辺で。まあ右のツールパレットとかはいらないから。こんな感じで置いとくか。よし。絵描いてます。でさ、髪の毛ってどうやって描くの。髪の毛が絶望的にわからないんだけど、とりあえずさ、バッサーっていっぱいなんかこれ線描いてるんだけどさ、そうも違うじゃん、そうでもないじゃん。結局さ、なんだろうな、難しいけど、あんま絵の話しちゃうと雑談じゃなくなっちゃうからあんまり話せないんだけどさ。
なおさんの FA のタグのルールみたいなのってありますか？特に何もないけど、一応プロフィールに書いてある通りなんですけど、使用可能の FA と、ファンアートと、使用不可能のファンアートってありまして、それはどっちを選んでも大丈夫です。書いた本人が、これサムネイルで使っていいよとか、SNS に載せていいよとか、SNS に僕が加工して、背景に書いてもらった FA をこうね、載っけてとか、投稿するとか、そういう、カヨンジュナオに自由に使っていいよっていうタグだったら、ナオの絵画で、ちょっとそういうの恥ずかしいから、あんま使わないでほしいな、ただ見るためだけの専用のアートにしてくださいって場合は、ナオの限界画っていうね、限定の限で、限られた、海の画です。の2つがあるんで、ご自由にという感じですね。どっちを選んでもいいですよっていう感じ。基本みんな、今のところ限界が一つもなくて、基本みんな使っていいですよの方のファンアートで書いてくださってます。みんな優しい。ちょっと見下す感じ。そう。今ね、見下してるの、これ。見下してるんだけど、ちょっとね、やっぱまだまだね、修正の余地があるんですよ、カイアンチ、これは。この目とかね、ちょっと向きがおかしいんだよね、実は。これぐらい長くていいと思うんだよね。こっち。ごめんね、右下にあるからさ、ほとんどみんなから見えないでしょ。でもさ、自分で描けるようになったらネットプリントとかさ、ね、出せたりするし、いいよね。明日みんな普通に仕事というか、ご予定がある感じですか？やっぱ絵って反対から見てもさ、おかしくないようにしたいよね。こうやって見たときおかしいなとか、おかしいね。これおかしいですね。もっとこうだな、多分。これで1は間違いないと思う。っていう風に書いてます、最近は。完成が楽しみで、ありがとう。はがきも登録してください。はがきってあんの？あれか。ネットプリントってはがき用のやつあるんだよね。知ってる。この前、私が尊敬する、絵師さんがですね、そのはがきをね、ネットプリントでやってたんで、僕は3枚印刷しましたね。3枚プリントして、同じものを1枚でいいのに、やってましたよ。これまだラフにしようかなって思ってる。今色塗ってあるけど、ちょっとね、あまりにもまだ全然出来上がってないので。待って、私は長距離移動の予定があります。6時間ぐらい？どこまで行ってくるの？大丈夫？朝一ですか？朝一というか、朝起きてすぐに行く感じ？あれね、明日はどうなんだろう？寒いのかな？暑いのかな？場所によるか？現在はね、東京11度でございます。東京で調べるけど、明日は、火曜日で、今日と変わんないか。寒いね。
し、あの気をつけてください。移動ってさ、仮に別になんか歩きじゃなくてもさ、電車でもバスでもだけどさ、なんか疲れてるんだよね。運動してなくても十分に、あの気をつけて行ってきてください。あ、10時くらいに出発ね。なるほど、これならまだよかったか。全部プリントします。ありがとうありがとう。え、本当にちょっと考えなきゃね。なんかそう、僕さ全然グッズとかさ、アクリルスタンドとかさやってみたいんだよ。でも結局さ、収益がどうのとかになっちゃうじゃないですか。だからあんまりできないなーなんて思ってたんだけど。そこまで言ってくれるんだからちょっとなんかなんとかしたいよね。出たら買います。ありがとうございます。書きます。お、ミミズさん、こんなです。来てくれてありがとうございます。今日はですね、もう本当にまあいつもなんですけど、ゆっくりゆっくり好きなことを喋って好きなペースで絵を描いて雑談してます。まあ、ゆっくりしててください。コンビニの顔が、髪がなくなるまで擦りますかこれは大丈夫ですか。最寄りのコンビニとかだと、顔覚えられちゃいますよ。あれね、コンビニの店員さんにね、なんだこいつと思われないくらいに、たくさん擦ってください。実はジムの一つネっぷりすることがあって、今日もお客様のネっぷりしました。あ、そうなんだ。へえ、そういう仕事があるんだね。好きなことをじらすやる、それが一番いいんだから。いや、まあね、結局、まあ、僕の配信のなんていうんですかね、自分ルールみたいなのがあるんですけど、やっぱ自分本位にまずは配信をするってとこですよね。自分本位でいられるのが配信だと思ってるので、まあ、もちろんそのリスナーさんのことも考えてはいますけど、自分本位に、まあね、まあ配信だからみんな自分本位なんだけど、別にあれか、口に出して言うことでもない内容を今言ったか。みんなそうか。ネプリの髪がなくなります。そうなんだ。それあれかな、普通にあれかな、よくあることなのかな。コンビニの店員にそれは言えばなんとかしてくれるのかな。自分本位は難しいですね。まあなんだろうな、言い方が、伝わり方があるかもしれないけど、まあ好きなコンテンツを配信するみたいな感じかな。色味とかローソンが、あ、店舗によって違うんだ。なるほどなるほど、そうなんだね。ネプリちょっと本当に考えたいな。なんかそうそうそう、知り合いの配信者さんがさ、
ネプリやってるって言ってさ、あ、その手があったかと思って、それにね、なんでそこに気づけなかったんだろうと思って。好きなコンテンツを配信できてない人もいますから、すごくいいと思います。まあか、なんかやっぱ、あ、そこが個人の個人部位のいいとこなのかもしれないですね。メリットというか、個人部位をやることのメリット、自分の好きなことをね、個人部位の中でもやっぱやりたいことができてない人もいるのかもしれないけど、まあ、僕は、まあ、なんか最近雑談が楽しいからやっちゃってるんだよな、ずっとな。でもちょっとなんか雑談だけっていうのもね、なんか僕ショートとか最近作りたいんで、ショートのネタになるようなねゲームとかできたらなぁなんて思ったりもしている。確かセブンが白飛びしやすかった気がする。あ、そうなんだ。それすごい有力情報というか嬉しい。それ知れて、この前ネプリしたとこがセブンだったんだよな。ありがとう、それすごい情報、いい情報もらった。ローソンがいいのか。ファミマは、ファミマはちょっとまだわかんない。交換するの見すぎて自分で交換できるのではの私です教えてもらっちゃおう。教えてもらってるか、もう自分で継ぎ足しちゃおう。継ぎ足すというか交換しちゃおう。よし、こんな感じ。まつげね、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。こういう感じでね描きたいよね。好きなことできるの素敵、ありがとう。好きなことを、配信が好きだからな。元はね、前も言ったけど Apex とかのプレイを配信で見てもらってなんか楽しむみたいなことやろうかなと思ってたんだけど、気づいたら雑談が好きになってしまったっていうのと、いろいろあって今こんな感じで配信してますよ。伸びと好きの塩梅が難しいみたいですね。確かにその自分の好きなものばっかやってても確かに伸びない気もするし、まあ伸びる人もいるだろうけど、難しいとこではあるな。まあ僕そういう分析とかできないから、分析したとこであれなんだろうな、なんかこれが伸びるかもしれないからこれやってみるとか、とかはあんまり、でも考えても僕はね、そこまで頭がいい人ではないので。って思ってる。まあだからこれ面白いなって自分が思えてるものしか もちろんやんないんだけど、そこでいいと思えるようなコンテンツになったらいいなぐらいで、基本は好きなことやるかな。あ、そういえばなおくんのネプリまだゲットしてないです、急ぎますネプリ出してないですよまだまだというか、出せるかわかんないけど、まあ、出したいけどね。出したいな。そう、伸びとか言って、ね、なんか、好きなことやってますとか言ってる割にはね、ちゃんとこうやってなんか、チャンネル登録者数とかこうやって出してるからね。一応気にするとこもあるんだよな、カイアンチも。一応気にしてる、気にしてるというか、まあなんだろう、まあ、チャンネル登録者数は、まあなんだろうな、伸ばしたい。難しいな。なんか伸ばしたいっていうか、なんだろうな、まあ、確かにいろんな人に自分の話を聞いてもらいたいっていうのはたくさん思ってることだからね。ただまあ誰もが僕の話を聞いて面白いと思うわけではないからね、刺さってくれる人がいたら聞いてほしいなぐらいで。ここにいるみんなはね、僕の話聞いてくれるから本当みんなありがとう
日々感謝ばっかしてる。感謝感謝ばっかしてる。セブン同じコードに何枚か登録するとセットでしかプリントができませんが、ローソンとファミマ選んで出力できます。あ、なるほど。なんかコードっていうのはなんだろう、コードっていうのはなんだ、まだ出てないの終えてなくて把握できてないのですいいですよ違う違う、あのなんか今日そうそうそう、X でですね、昨日かな、昨日の X で僕がこのイラスト、これ今右下に出してる画面をのイラストをそれだけ出したんですよね。公開したら、まあ、なんかネプリとか出してみてもらいたいなみたいなことを言ってくれたんですよね、恩人の方が。なのでまあ確かにと思って、自分でもしね、綺麗なイラストが描けたらこれをネプリしたいなって確かに思ったんですよねっていう話を今ちょっと話題広げて言ってただけで、まだ実現はねできてない状況ですね。ローソンとファミマ余白の有無も設定も可能。ネプリ情報爆発リコさん詳しい、めちゃめちゃ詳しいやん、ありがとう。そうなんだ。じゃあ基本はもうローソンかファミマにしようかな。なんか急ぎでネットプリントなんか印刷しなきゃいけないっていうことがあったら、あることないと思うけど、あったらちょっとまあセブンで印刷することもあるかもしれないけど、基本はローソンファミマにしようか。カイエンジ本当さ、暇さえあれば今絵描いてるからね。エーペックスやんなきゃって思うんだけど。お誘いはいただいてるんですけど、バロラントとかね、やろうよって言われてるんだけど。すいません、用事がとか、すいません、配信がっつって、配信ばっか優先しちゃってる。いや、なんなら配信でエーペックスやってもいいんだけど。そうするとね、なんか喋れなくなっちゃうから、カイエンジは。あんまり。置いてけぼりになっちゃうかね、リスナーさんが。リスナーさんじゃない、恩人さんがね。うんうん。出力するには出力コードを打たないと。なるほどね。あれか、出力コードっていうのは、その、イラストする紙の ID とかそういう話なのかな。難しいな、わかんない。実際ネプリ使ったことあるの1回だけなんだよな。そういう選択肢もあるっていう感覚で入れたら楽ですね。選択肢は多く持ってた方がいいな。ちょっと待って、なんかダメだ、気に食わん、全部消す、ここ全部消す、この下のまつげみたいの。明日はね、ちょっとね、帰りが遅いからね、多分できないんだよな、配信。まあ、やるってなっても多分ね、12時とかかな。だからまあ、明日は休みにして、明後日雑談して、しあさって雑談して、みたいな感じかな。ごめん、下まつげなくなった。ごめん、ちょっとね、しっかり書きたい。もっとちゃんと書かなきゃダメだっていう感じ。エイプリル2日目は休みと。え、休みなんですか。
羨ましい。エイプリルフール2日目って、2日目突入しちゃってる人がいる。エイプリルフール結局何も言ってなかった気がする。あれカヨンじゃなんか言ったっけ。あ、なんか勤勉になりますって言ったんだっけ。でも速攻で嘘ですって告白したからな。ナオさんが絵をネプリに登録するときにコードが付けられるね。そのコードを私たちがコミュニティで言えば、あ、そういうことだよね。だからプリントするための式、なんか1位な ID みたいなやつがあって、それを入力するとプリンターでコピ、あの印刷ができるってやつですよね。うんうん。そういうことよね。ありがとう。イコさんよかった。スーさんもよかった。今日帰りに一人で自分のアーカイブ見てたんですけど、皆さん僕のアーカイブはどれくらい見てますか。僕多分ね、僕が一番僕のアーカイブを見てるんですけど、今日はね、歌枠、自分の歌枠を聞いてました。なんだっけな、ラッドインプスを少し歌うみたいなね、枠があったんですよ、過去に。それを見てましたね。下手でした。下手だったけど気持ちよさそうに歌ってたな。気持ちよきゃいいのよ。あ、そうじゃん、ミミズさんあれだ、なんか誰だっけな、サメさんの配信であれですよね、なんか僕のラッドインプスのやつがおすすめですって言ってくださってましたもんね。そうだった、そうだった、ありがとうございます。そうそう、それが多分ね、それがね、多分理由で僕もね、気になって多分もう一回見たんだろうな。結構良かった。そう、ハルハル立てたやつ、歌とゲームはたまに見るくらいですかね。え、ありがとう。え、結構みんな見てくれてんだな。すごい、なんか嬉しいな。やっぱアーカイブって残すもんだよね。配信のアーカイブって。だから自分の配信に自信持たなきゃ。やっぱり。自分の配信に自信持ってなんぼよ。配信者は。問題発言しちゃったとか、なんか事故があったらね。それはまた違うけどさ。ハルハルダウンロードしちゃいましたよ、いい曲。トナカーって始まるんですね。トナカー、トゥデュ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 ン、トゥデュ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 ン、トゥデュン、トゥデュン、トゥデュ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 ン、トゥデュ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 ン、トゥデュ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 ン、トゥデュン、トゥデュン。あれ、いい曲ですよね。よく聴いてたな。なんか、思い出すとすぐ歌いたくなっちゃうんだよな。君のことを思い出すよってですね。助かります、アーカイブ。ありがとう。たくさん見て。お、こんなおでスムハガカさん来てくれてありがとうございます。びっくりしちゃってください。すでにムハガカさんが僕のプロフィールにムハガカさんの ID を貼り付けていることに気づいてしまった。気づかれてしまった。リスペクトコロン。ムハガカさんの ID っていう。こんな王ムハガカさん、こんな王で
タイムスタンプ職人さんありがねえ。そうね、イコさんと篠崎さんはね、あの僕のタイムスタンプ職人さんなので。あのイコさんは知ってるかもしれないけど、あの僕の配信で APEX やってる時に、まあ、APEX 一緒にやってくれる人がいるんですけど、ひだむさんっていう歌い手さんですね。あの方はね、もうイコさんのことすげーっつってた。え、めっちゃ優秀なファンいるじゃないですかって僕に言った。えへんっていう顔してた。その時カイヨンジはいいだろうって感じ。最強ですから、ストロンゲストウィッチですからね。今日も自分の枠でおすすめしちゃいました、すいません。いやいや、もうおすすめされて僕らは広がっていくんですから、その知名度というかそういうものが。おすすめされたら嬉しいに決まってるじゃないですか。おすすめされて、それを見てくれた人がいて、またその人が誰かに最初おすすめしてくれてみたいなね、その連鎖でカイヨンジナオは、ね、どんどん配信活動がね、幅が広がっていくわけですわ。時間刻むの初めてです。そうなんだ、イコさんよくやってくれたね、あれね。8時間の歌枠でしょ、あれ大変だったでしょう。8時間の歌枠はなかなかよ。すごいよ。だって自分でやればいい話じゃないですか、カイヨンジが。さすがにあの量はね、無理だなと思ったもんね。まさかやってくれると思いませんでしたよ。ね、タイムスタンプ本当に偉い。偉いというかありがたい。刻みながらまた歌を聴く一石二鳥。でも、恩人の鏡。恩人の鏡ですよ。すごすぎる、それは。ありがとう、本当に、ゆいこさん。お前らカイヨンジナをフォローしたかしてないやつは配信できんぞ。だいぶ過激派だった。いや嬉しいな、ここまでなんか胸張って人におすすめできるっていう、そういう配信者で入れてることを僕は誇りに思います。人に胸張っておすすめできる配信者であることをね、今とても嬉しく思います。あ、ちょっとここダメだな、これダメだ、消そう。ね、歌はね、最近は歌えてないけどね、まあ、雑談配信で、まあね、やってますが、たくさん。今後ね、ちょっとトークというか、まあ、磨くって言い方が合ってるのかわかんないけど、たくさん雑談して、まあ、面白い配信ができたらなって思ってます。雑談って分かんない、みんな多分どうなんだろうな、難しいな、どんな話してんだろうね。他の基本僕の配信ってなんか、あ、僕の配信っていうか基本僕が他の方の配信を見に行かないから、みんながどういう感じで配信をしてるのかとか分かってないでいるんですよね。だね、ちょっと研究しなきゃなとも思ってるんだけど、そうだね、今度、あ、明日それこそだから、自分の配信お休みだから、
この配信見てちょっと勉強して吸収できるとこ吸収してみようかな。いやでも絵も描きたいんだよな。やりたいことが多すぎる。いいことだけど。なおさんですから、えへん、ありがとう。いこさん、ありがとう。今、歌くと雑談追ってますね。落ち着いたらゲームも見ます。ありがとうございます。誤解染めばっかり見てちゃダメですよ。いや、でもね、結局ね、僕はね、染めさんの配信が一番見てますね。なんで見ちゃうんだろうな。やっぱ中毒性あるんだよな。でも、それは多分、ミミズさんもそうだと思うんですよね。染めさんの配信ばっか見ちゃう。多分僕もミミズさんも同じだと思うんですけど、何がそうさせてるんだろう。すごく、なんだろうね、本当にあの人すごいんだよな。解像度高いんだよね。まあでもやっぱ思ってること言ってくれるから、解像度が高いのは当たり前なのかもしれないけど、やっぱそこのそういう解像度の上げ方ができるなって、やっぱあの人だからなんだろうなって。あの人というか王子様、海プリさん、海プリって呼ばれてますよね確か。アーカイブで耳鳴りの情報もちゃんと埋めました。いや、そうね。そうだね。そうだ、アーカイブ見てくれたから、そっか。耳鳴りの話も知ってるのか。そうそうそう。かやんちね、耳鳴りが。まあ、もう治らない耳鳴りがあるんですけど。まあね、暗い話になっちゃうから、あんまり、そうだな。止めておこうか。まあ、今はなんとも思ってないんだけどね。おもろいから見てくれって言われると見やすいですね。私もたまになります。普通の人よりは多いかも。あれかな、なんかやっぱね、耳鳴りのなる原因、なんかなんだろうな、条件っていうか、やっぱあれだよね、不摂生というか、ご飯ちゃんと食べてないとか、寝不足してばっかりとか、そういうので耳鳴りはねなっちゃうみたいだね。で、耳は治りづらいからね、ちゃんと規則正しい生活もねしっかり送った方がいいかな。あとはちょっと無音の状態を作るとか、あんまり音楽聴かないとか、イヤホンしないとか、そういうのでもね予防できることはあるので。ナオくんのアーカイブで一番笑ったのは、炭治郎にできるの俺を返しはできる。言ってたかも。まあ、言ってたかもな、それ。言ってたわ。あれですよね、なんか、何ができるんですかみたいに聞かれたときに。まあ、海音寺なら、まあ、まあ、まず海を操れますよ、みたいな。で、なんか、で、僕水属性だけど、多分ね、火も操れるかもしんないんだよね、みたいな。だってさ、みたいな。炭治郎ってさ、水の呼吸しかできないかと思ったら、火の神神楽撃っちゃうじゃないですか、みたいな。多分、炭治郎にできるなら僕にもできますね、みたいなことを言った気がする。なんだっけ、7時間ぐらい配信した時かな。酔っ払ってた時かな。忘れちゃったな。ストレスでなりやすいですね。あー、やっぱ、あ、そうね、ストレス。あ、そう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 。結局ストレス。ストレスが一番ダメだと思う。僕も本当になんか残業続きですごい死ぬほど辛かった時があったんですけど、なんかね、精神的にはあんまり来てないなと思ってたんだけどね、肉体的に来ちゃってて、やっぱ疲労が溜まってたのか、耳がねすごいなんかずっとポコポコ鳴るみたいな。でなんか耳鳴りも強くなってきましたってなって、
あ、そろそろやばいなってなって、ちょっと休ませてくださいって言って、休むって言っても1日ぐらいしか休み取ってなくて、病院行って、何も異常ないように見ますけどね、みたいな診断だけもらって、また、復した。いうことがありましたね。それもそうですけど、前にやってた仕事で片耳に職場の人たちと連絡するやつ。あ、イヤモニみたいなやつ？イヤホンの話かな。それでちょっと耳壊れました。ああ、確かに音量大きいとね、あと片耳って良くないらしいですね。やるなら両耳がいいらしいですよ。それそれ炭治郎のなんで何なんだよって話しましたね。炭治郎の何を知ってるんじゃ己って話ですよね。そりゃそうだ。耳鳴りが始まると耳鳴りがストレスになって悪循環。え、本当にそう。え、本当にそう。え、ミミズさんの本当その通りで、耳鳴りが鳴るとすっごいイライラするんですよ。慣れてない人は。それがね、どんどん悪循環を呼んでね、気づいたらすっごいストレスだらけのね、毎日になっちゃうからね。耳鳴りでやばいなってなったら、すぐにできることをやろう。睡眠すると、睡眠取るとか、なんかできること。あ、それです。イヤモニね。そう、イヤモニ。片耳しかつけないからね。あ、そう。なんかね、耳鳴りにも種類がたくさんあって。なんかね、すごい、なんか、なんだっけな。冷蔵庫じゃない。洗濯機が回ってるような音みたいなやつとか、あとは普通に高い音とか、ポッ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 っていうなんかね、木魚を叩く音みたいな、そういうものが聞こえたりするらしい。だから人によって全然違うんだよね。で、それがなんか、なんだろうな、音が違うだけで内容同じなのかな、症状自体は。ちょっとその辺までは詳しくわかんないんだけど、気をつけましょう、皆さん。ミミズなんで、耳には詳しいのかもしれない。すごい、ミミズさん本当詳しい。耳に詳しい。その時にさ、そう、その話した時にさ、僕がなんか、カミングアウトした時に、その僕耳がなんだろうな、耳鳴りがずっと鳴ってるんですって話をする時に、やっぱ、その、耳が悪いことを、僕耳が弱いって言っちゃってて、表現の仕方の話なんですけど、リコさん、そう。なんか耳が弱いって言った瞬間、なんか変な方に捉えられちゃうかなと思って、一人で笑ってた。いや、そういう意味じゃなくて、みたいな。そういう意味じゃなくて、そういうことじゃなくて、普通に耳が本当に弱いんで、いや、そういうことじゃなくて、みたいな。それがおもろかったな、あの配信。耳が弱い。とんでもないわから。いや、そういうことじゃないんだよなぁと思って。違うっつって。でっかいとか言って。そういう意味じゃないんだよね、とか言って。そういうことじゃないんです、皆さんって言ってね。激しく否定しましたよ。そう、専門家に聞くのが一番、結局やっぱ病院に行くのが一番なんですけど、でも、これね、耳悪くした人あるあるかもしんない。いや、わかんない。悲観的というか、ビビリあるあるなのかもしんないけど、結構、カヨンジってそういうの心配性だから、すぐに、解決はしたくなっちゃうんですよ。でね、多分、お医者さん、病院に行く前までに、自分で結構調べるんですよ。勉強しちゃうんですね。いつの間にか病院の人より賢くなっちゃったんじゃないかなと思って、たくさん聞いたんですよね。その時、こういう症状なんですけど、これってこういうことだからこうなんですよね、みたいな確認をするんですよ。ああ、そうです、
あそこまではちょっとわかんないですけど、こうですみたいな回答されるんだけど、あ、多分これ勉強しすぎたなみたいなことになったことがあるな。まだ病院に行ったことないかも。マジで健康体、超健康体の人間、リコさん、もしかして。それは羨ましい、いいことだけど。あ、耳のね、耳鼻科ね。あ、耳は別にね、症状出てからでもいいと思うんだよな。あんまりその症状なくて悪化してるみたいな病気とかないと思うし、あんまり気にしなくていいと思うな。ネットで過剰に調べていくと、お医者さんが判断しにくいって聞きますね。症状について具体的に伝えられるといいみたいです。なるほどね。あれか、調べるすぎるとあれなのか。そっかそっか、ちょっとあれだな、あのお医者さんに悪いことしたな。まあ困っちゃうよね、なんか調べすぎてもね。なんか変に分かったつもりで言っちゃうから。質問がなんか、質問の内容が歪んじゃうというか、なんかそういうのあるのかな。まあ、あんまりわかんないけど、まあ全部お医者さんに、ね、何百何千っていう患者さんを見てきてる方々だからね、お任せするのが一番なんでしょうね。でも健康です、多分。いや、健康が一番、ほんとね。言ってた、あ、前も言ったけど、親戚のね、最後に残したことが、健康だったらいいんだよって。どんな人生を送ろうが健康で死ねたら一番だよって言ってたわ。すごい刺さったよね、あの言葉。自分のことに興味を持つのはとっても大事だと思うのですが、大前提の話なので、相変わらず、うん、そうね。なおさんも健康に、ありがとう。健康にな、健康でいたいな。ちゃんとご飯自分で食べないとな。自分で食べるというか、自分で作って食べないとな。外食ばっかは良くないよね。外食ってうまいんだよな。なんでうまいんだろう。うまく作んないだしは。そうはいかんよな。なんであんな全部美味しいんだろう。イコさん、イコさんも結構外食派でしょ。僕は知っています。イコさんは外食派だと。そろそろしました。今日も活動してくれてありがとうございました。おつなお、ありがとうございます。皆さんまたね、来てください。ありがとうございました。おつなおです。おやすみなさい。みんなもう寝る時間かな、そろそろ。今何時？でも0時半か。まだまだだね。まだまだじゃないか。みんな寝ようか。どうですか？大丈夫ですか？皆さん。ちゃんと。待ってね。お、まだ大丈夫？ちょっと待ってね。ちょっとだけ待ってください。まだまだだね。まだ大丈夫です。自分まだいけます。やらせてください。自分まだいけます。寝起きだから無限に生きる。マジか。
いやみんな夜型なのかな、難しい。夜型っていうのか。でさ、あ、え、見てこの顔、めっちゃおしゃれじゃない、見て。これだけ今髪の毛なくしたんだけどさ、綺麗じゃないこの人。カヤンジ絵が上手くなってきてるかもしれない。皆さんスリップノットのさ、あのイラスト見たでしょ。いやまあさ、影とかさ、そういうのはちょっとそんなにしっかり描かなかったんだけど、だいぶ良かったんじゃないかな。やはりビジョン、ありがとうございます。素晴らしい、かっこいい、ありがとうございます。顔よ、ありがとうございます。そうだね、これさ、髪の毛ってみんなどうやって描いてる。あ、猫さん綺麗、ありがとう。髪の毛ってどう描けばいいの、僕はよく分かっていない。なんかさ、よく言われるのが、なんだっけな、ちょっと待ってね。人の顔がこうあったら、前髪と、サイドの髪と、この辺とね、なんか、この、前と、サイドとみたいな感じで分けてあげましょうみたいなパーツをねって言うんだけど、なんかまあこうやって横にした時に、待って、どこからどこまでが前髪なんだっけっつって、この辺、この辺が前髪？いや、わからん。わからなくなってきた。一応ね、いろんな人のイラストを参考にしてるんだけどさ、もう色が塗られてる状態だからさ、線画でどこまで表現するかっていうのがね、なかなか判断がつかないんですね、それが。難しいことです。そういえばピアスの入れ方も好きです。ありがとう。これね、ここだよね、これ。あ、皆さん、これさ、ピアスだと思う？これね、ピアスじゃないんだ。めちゃめちゃ頑張ってイヤリングしてんの、これ。そう。これ、カヤンジ情報ね。カヤンジはね、これイヤリングです。ピアスでございません。穴開いてません。カヤンジナは、痛いのが苦手なので、まあ多分ね、こんだけね、長いピアスだったら、ピアスじゃない、イヤリングだったらね、耳痛いだろうって思うんだけど、それでも穴が開くのが怖い人間なので、ね、穴が開いてございません。よろしくお願いします。びっくりですか、皆さん。え、カイオンジさんってなんか、すごいなんかおしゃれなピアスみたいのしてますよね。あ、すいません、あれね、ピアスじゃないんですよね。イヤリングなんですよね。痛いの苦手なんで。という感じですね。痛いの苦手だからね。イヤリングとメモしてくれてる。また可愛い一つ追加。いや、可愛いのかどうなんだわかんないけどさ、まあ痛いのは嫌でしょ。みんな、え、みんなピアスしてる？なんかさ、ショートで流れてきたそのなんかピアス外すのに何どれぐらい時間かかるのみたいなショートが流れてきてさ、その動画見たんだけどさ、この耳ピアスたくさんついてる人がいて、その人が外してくんだけど、
外し終わった後の耳が、まあ、めちゃめちゃ穴が開いてるんですよ。痛くないのかなと思って。だいぶ開けるときに勇気必要だったんじゃないかなと思って。すごいなと思ってね。僕は本当に痛いのが苦手なのでね。ちょっと待って、咳が。可愛いは最強です。一番小さな穴だといいんじゃないですか。あー、小さい穴だったらカヨンじゃ開けてるんじゃないみたいな。まあね、いやでも穴のその大きさじゃなくない？でも痛いものは痛くない？はい、篠崎さんこんなのです。急にびっくりした。友達がピアス穴産んでしまったりして大変そうだったから怖い。こんなを。ワークさんもこんなを。みんなこの時間に集合ですか？ゆっくりしてってください。今なんか絵を描いてます。絵というか、うまく描けたらネットプリント行きのカヨンじゃなおのイラストを描いております。一瞬です。痛いの嫌だよ。一瞬でも痛いの嫌なんだよな。注射だってさ、受けたくないもん。注射だって受けなくていいなら受けないさ。痛いもん。そうでしょ、みんな。いいね。なんかさ、こんなおの時さ、その猫のさ、この絵文字あるとよくない？あ、別にあってもなくてもいいんだけどさ、ちょっとなんかこう、ここら辺の身内のさ、あんま身内ネタってあると良くないって VTuber 界隈では言われてるんだけど、まあ配信者界隈では言われてるんだけど、ありだよね。これ、この猫使っていこう。どん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 。布教していこう、これ。可愛いもんね、その猫。このアーカイブ、あ、この配信も普通にアーカイブで残すからさ。え、なんでカヨンジさんの配信ってこの猫の絵文字たくさんあるんですか？ワンマークは海と傘ですよね。ってそれはね、この配信を見るといいよ。そんな情報を誰も教えてくれなかったです。なんで知ってるんですか？カイトをフォローしているから。猫大量発生。穴開くときに穴開く瞬間よりその前に麻酔みたいにするために時間、あ、麻酔の時間が痛いんだ。いや、ナオさんが今書いてるんですよね。なんだ、当たり感？当たり感であってるのかな。どうでしょう、僕が今これ書いてます。見えるかな。ちょっと画面ちっちゃいんだけどさ、見える？見えづらいんだけどね、ごめんね。1日でレベル50くらい上げてきた人を見ている気分です。当枠って言うのかそれ。ちょっと僕もダメだ。ことにあたってどうして良いか分からず戸惑うこと。え、当枠っていうの？なんか抽選の当落みたい。ありがとう。当枠ね。
イケメン力すぎる。イケメン力、イケメン力っていう。あ、イケメン力高すぎるか。噛んじゃなく湧くね。もう、かよんじ、ちょっと、韓国の方々に日本語を教えてもらってるよ、もうすでに。かよんじ、ちょっと、もう一回ちょっと体の赤ちゃんに戻して、赤ちゃんに擬態して、ちょっと小学生からやり直すか。ちょっと配信活動できなくなっちゃうけど。一旦ちょっとに、あれか、赤ちゃんに戻ってみるか。かよんじはそういう、まあ、神なので、何でもできちゃうんですよね。ちょっとベイビーかよんじちょっと書いてみたいな、今度。ベイビーかよんじ、ちょっとファンアート、ファンアート求むだな。ダメだダメだ。ファンアートは求めるものではない。よくないね。ごめんなさい。失礼しました。ファンアートは、ファンが描きたいと思ったものを描くものがファンアートですから。ファンアートを要求したらファンアートじゃないんだよ。それはもう。しっかりしろか、ヤンジ。ダメです。みんなで育てます。育ててくれるのか。もう一生赤ちゃんでよくない？それも。カヨンジ。味しめちゃうよ、それは。それはそれで味しめるよ。前髪がでもわかんないんだよね。前髪がどこに向かっていくのかな、これは。なんかこの辺から、ちょっとこうあるべきだよね。そうじゃないと、なんか、大枠しちゃうよね。間違ってる使い方。大枠しちゃうよね。ベイビー、ベイビーナオ。ベビータン。いろいろと増えてますが。果たしてカイオンジは、ベイビーになれるのか。そういえば、まつげとか、まつげじゃない、眉毛がなかったですね。さらに眉毛を描いていくと良くなっていくのでしょうか。いや、でも絵描くの楽しい。イコさんありがとうね。ファンアートじゃないけどさ、描いてくれてたじゃん。ありがとう。かわいいあれ。寝てるカイオンジ。わかってますね、カイオンジのこと。もうね、すぐね、寝ちゃうから、カイオンジは。限界でした。全然いい。え、かわいくないあれ。いいのよ。もう嬉しいんだから、何でも。何でも嬉しいんだから、カヨンジは。まあ、こんなんでいいのかな。ちょっと上のさ、このアホ毛がさ、
ちゃんと書けないんだよね。書けないんですよね。すいません、なんか最近ちょっと敬語がちゃんとできなくなってきた。カヤンジついに敬語外れていく。え、結構敬語ですよね、僕ね。どうだったっけ、カヤンジって敬語、敬語が決まりなんですか。いや、特になんか そういうわけでもないんですけど、普通にあれじゃないですかあれじゃないですかとか言って、もうすでに抜けてるんだけど、基本人には敬語であるべきっていう考えを持ってしまっているからなのか、だからタメ口でいいよって言うならいいんですけど どっちがいいんだろうね。みんなに決めてもらいたいんだけど、なんならもうカヤンジは敬語でいるべきか、タメ口でいるべきか、暴言中でいるべきか。敬語の方が需要があるで合ってます。でもね、多分僕もね、どっちかっていうと多分敬語の方が楽なんだよな。敬語って誰に使っても失礼じゃないじゃないですか。だから、うん、ね、口癖になってもさ問題ないんですよ、結局。そういうことを考えてる。敬語好き、でも一人、あ、一人じゃない、一人称俺の時も好き。とね、あのね、基本僕あの人と喋る時って一応僕とか私とか使うんですね。あの目上の方とか、まあ当たり前だけど、目上の方とか、あとはなんだろうな、まあ年上の方とかは、まあもう基本はね、あとはまあ年齢とかが分かんないけど、年下だろうなって思ってても年齢が半、まあ、ね、年齢で決めるってのも分かんないけど、基本まあそういうのややこしいから全部敬語でいるんですよ。そうね。でもね、たまに、そう。結局さ、友達でいるときは僕なんて言わないから、俺なんですよ。僕も。それがたまにその配信で出ちゃうんですよね。敬語からのタメ語の需要。あ、そういうことか。なるほどね。それはあれ、なんか一時的なタメ口がいいのかな、それとももう永続的なタメ口がいいのかな。あ、ついにカイオンジが私に敬語、なんかタメ口を使ったの需要ってこと、それともなんか、あ、たまに使ってくれるタメ口がいいの方なのかな。なおさんに暴言吐かれたら泣いちゃう、赤子のように暴言な、言ったっけな、最近暴言言ってたかな、カヨンジ。まあでも言いたくないは言いたくないよな。まあ言いたくないというか、言わない世界線に生きていたいとは思ってるよね、世界線というか。だからこういう配信になってるんだろうけど、
ナオさん清楚だから、清楚なのかな、そう見えてると嬉しいな。清楚でいたいよね、人は。人っていうか僕はそうですね、清楚でいたいな。清楚、清楚ってなんだ、清楚って難しいな。なんだろう、丁寧な言葉を使えば清楚なのか、それともなんかこう人間関係とか そういうのなんか基本はおしとやかおとなしいとか、そういう系。たまに出るからこその希少性。なるほどな。たまにじゃあタメ口、まあ多分ね、それは多分意識できないんだけど、そこまで多分カイヨンジはね、器用ではないので素で出してると思うんだけど、タメ口ね。でもなんか結局楽しくなっちゃうとタメ口になっちゃったりするから、そこはちょっと申し訳ないけど、お許しください。たまにね出ちゃうんだよね。オタクは何でも需要探せるので、ナオさんの素で大丈夫だと思いますなるほどね、もう探してくれるんだ。カヨンジがどこにどんな需要があるんだろうっていうことを考える必要がなくなってくるので、ついに。いろいろと含めて、タメ口が出てもムッとは決してならないです。だから大丈夫ですよ。ありがとうございます。まあね、出ることはあると思う、今後全然あると思う。ありがとうございます。今のもありがとうって、危なかったね。まあでもそれぐらいならね、それはなんかタメ口とは言わないよな。なんて言ったらいいんだろうね。なんかみんなも結局僕に敬語ですよね。そういえば基本なんか敬語っぽくない、みんな。それは僕が敬語でよそよそしいからなのかな。よそよそしい、別に僕は全然そういうのそういうための距離感を持つために言ってるわけじゃないんであれなんですけど、どうですか皆さん。さらけ出してけー、さらけ出すか、カヨンジさらけ出すか。この辺がもう少し膨らんでたら顔、頭の輪郭が良くなるんじゃないかって思ってます。正解でした。いい感じかな。あとはなんか色塗っていけば、画面大きくしていいですかですかとか言って、あとはまあちょいちょいいろいろとなんか付け足し、髪の毛の形というかシルエットはもうこれでいいかな。
これか。意思と反して相手に不快な思いをさせないようにですかね。自分の発言に自信がないので。あ、スーさんもうね、大共感。その気持ちはね、僕は好きです。なんだろうな、いや僕もね、すっごい考えるんですよ、人にどう思われるかとか。結構そう、たまに、そんなんだろうな、よく言うじゃないですか、僕は好きな配信してますとか、たまに言ってるじゃないですか。僕は好きな配信してますとか、なんかなんだろうな、自分本位だとか、さっき言葉が出たけど、結局人にどう思われてるかって、それは人間だからめちゃめちゃ気にするわけなんですよね。まあめちゃめちゃ度合いは人によって違うけど、僕はめちゃめちゃ気にするタイプだから。そうそうそう、だから自分が発言した内容が誰かを傷つけてないかとか結構気にするから、その気持ちはすごい共感するし、僕はそれはすごく大事なことだと思うので大切にしてます。だからこそプライベートでもあんまり人間関係で問題が発生とかしないし、なんならカイアンジになんか相談したいことがあるとか、ね、相談乗ってくれる人もいるからね、いいと思います。いいと思いますというか、うん、僕はいいと思ってるし、それがいいと信じたいですね。よ、カイオン氏みたいに絡んでほしいのであればそうしますよ。怖いな。僕多分ね、篠崎さんがそう来てくれてもね、僕がそれに返せる自信がないから、この関係で言いましょう。僕がそのノリに返せるかわからない。APEX やっててテンション爆上がりの時だったらできるかもしれないけど、よ、篠崎さんみたいな、元気してるみたいな、最近急にコメントしてくれるよねみたいな、いつからいるんだろうそういう時ってみたいな、実は配信始めたてからいるのかな、来たばっかなのかな、うおーい、ありがとう。なんか尖りすぎてるかな、髪の毛ツンツンすぎる。もう少しなんかさ、あれ、なんて言うんだろうな、髪の毛が垂れてるような感じも欲しいんだよな。垂れてるというかさ、せっけというか、そういうのも欲しいよね。とりあえずこれは、このレイヤーはいらなくなった、消します。これなんだ、これもいらない、いや消しちゃおう。いいですね、構図がかっこいい、ありがとうございます。ちょっとなんかこう、うつむく感じが欲しかったんだよね。あと坊主でもかっこいい感じの髪、バッサーってね、長いのが好きだからな、カヤンチは。最近自分のことをさ、僕じゃなくてカイオンジって言っちゃってるんだよね。これね、直したい。自分のただの最近の悩み。カイアンジ一人称好きです。本当？カイアンジ一人称。ちょっと待って。レイヤーの名前をちゃんと紙にしとこう。最初こんなだったんだ。なんかジョジョみたいになったね、これだと。この辺のレイヤーはもう全部いらないかな。ベイビーナオさん書き中。え、待って、え、できたら見せてほしい。ぜひぜひ見せてください。
あ、これちなみに今日のサムネイルです。サムネイルの背景ね、さっきサトを作りました。これね、あの素材じゃなくて自分で作ったんですよ。あ、素材というかね、この後ろのこの空みたいなやつは素材なんですけど、ちょっとだけあの色相とか変えて、もともと朝なんですけど、これってこの朝の青空をちょっとだけ色相を変えて、そこにあのでっかいペンのブラシサイズマックスにしてポンポンって打って、これがあの背景になって、ここにさっきさ雑談って書いてあったじゃないですか。でここに海音寺の顔があるみたいな。そうそうそう、さっきね今日配信する予定なんてさ最初なかったから速攻で作ったどうだろうな、海音寺のね、そうサムネイル結構頑張りたいんだけどさ、思いつかないよね、そんな簡単に。難しいんだよな。みんなすごい、サムネイル自分で作れて。これね、ちょっとごめんね、怖いの出しちゃって。海音寺直が昨日アップしたやつね、スリップノットのコリテイラーさんですね。これはね、2時間もしないで書いたかな、2時間ぐらいかな。素敵です、ありがとう、すごいありがとう。カヨンジすごい、あのでも上達はしてますよね。怖いけどさ、かっこいいよ。スリップノットたちの、スリップノットって9人組なんですけど、9人組だっけな確か。あのみんななんでマスクしてるかっていうと、顔で判断してほしくない、音楽性だけでバトルしたいっていうねことが、まあ、理由でみんなマスクをしているんだよっていうことをね言ってた一説だけどね、諸説ありなんですけど、やっぱこのマスクかっこいいな。いや、かっこいいですよね。これ最近のマスクですね。マスク何種類あるんだろうな、5、6ぐらいあるのかな。たくさんあるんだよね。あのコリーテイラーさんの家に行ったらたくさんいろんなマスクがあるそうです。確かショーンもね、ショーン・グラハンだっけ、リーダーの方もたくさん持ってるみたいで、すごくかっこいい。ありがとう猫さん、ありがとう。イラスト楽しいからな。いやもうほんとちょっとね、まずいです、イラストまずい。なんかピンタレストでしたっけっていうねサイトがあるんですけど、そこでね見てるとね、あの描きたい欲がねもうね、うわーって上がって、あのすごい高まってきちゃって、いつの間にか描いてるんですよ。まさに沈黙の時間を与えてしまって、でもツイッター見てたごめんなさい。今何時？1時か、ちょうど1時だね。どうしよっか、あと15分ぐらいで今日は終わろうかな。この絵も別に今完成させるというつもりはないから。ちょっとこの紙のレイヤーを元に、ちょっとツンツンしすぎてる気がするので、ちょっと柔らかく描いていこうかなって思います。これだいぶワックス塗っちゃってるからな、この状態だと。みんなもそろそろ眠くなってきたんじゃないですか。なんかさ、さっき起きたばっかだって言ってたから、全然眠くないんだろうけど。まだ眠くないみんな。嘘。そんな眠くない感じ。
自分寝落ちモードに入ります。おやすみ。篠崎さんはしっかり、あの、偉いな、篠崎さんは。ちゃんと寝る時間を決めてらっしゃる。おやすみなさい。一応、もう言っときますね。おやすみなさい。お素直です。めちゃくちゃ元気。何時に起きたんですか？さっき起きたばっかなのか？私もそんなに、私もみんな寝ないのか。明日そうだよね、10時からとか。あれスーさんだよな、スーさんだっけ。スーさんが明日遠くに行かれるんでしたっけ。で、ニコさんは、あ、なるほどね、ベイビー完成。あ、本当に？え、できたら見せてほしいかもです。あと、あの、どんなイラストでもいいので、あの、なおの絵画どんどん使ってね。ちょっと待って、なおの絵画可愛すぎるんだけど。ちょっと待って、みんな見てほしい。なおの絵画です。検索して、あの、最新で見、あ、僕がリポストすればいいのか。見てほしい。めちゃめちゃ可愛い。ありがとう。ベイビーなおが見れますよ。かわいい。めっちゃかわいいです。8時半に寝て日付変わって起きたってことは、4時間ぐらい寝たのか。4時間ちょっとか。あ、スーさんですよね。そうだよね、そうね、10時起きぐらいだったらね、まだね、起きてても大丈夫か。お目目キュルキュルね。かわいい、ありがとう。このさ、周りのこの玉ボールみたいなのは何なんだろう。これは泡？水か。あ、水か。まあ泡と同じか。かわいい。超かわいい。なにこれ。保存させていただきます。かわいすぎる。超かわいい。嬉しいな。ね、本当にあのファンアートはあれですよ、配信者にとってはもう生きる源みたいな、活動の源みたいなね、それぐらいのパワーがありますから。めちゃめちゃ嬉しいんですよ。まあ、みんなもそうなんだけど。僕以外じゃない、僕以外の配信者もそうやって喜ぶんですけど。アグさんが書いてくれたファンアートあるんですけど、それとかもね、書いてもらったすぐにですね、青いやつら、ホラーゲー配信コラボする、あのメンバーいるじゃないですか、あそこに。見てって、見て見てって言って、書いてもらったよって言って、速攻でみんなに共有しました。みんな喜んでたな。ファンアートがね、どれだけ嬉しいものか。まあ自分でやっぱね、自分で絵を描いてるからこそ、やっぱその絵を描く大変さが分かるんですけど、僕は。分かったつもりでいるんですけど。
まあ大変だよね、イラストって。私もナオさんのファンアート早くアップしたい、でもこの深夜にあげるのもあれかなって一生迷ってますあ、そしたらスーさんアップしていただいて構わないので、僕が明日のおはよう VTuber の引用リツイートに使うのはどうですか僕のおはぶいに、そしたらみんな見てくれると思う。どうかな。お、アグさん見てた。そう、アグさんの書いてくれたやつがね、みんな喜んでたんだよね。いや、ファンアートはすぐに送ってください。今すぐ送ってください。私が V だったら朝方の4時にもらっても嬉しいです。でも確かに、なんだろうな。なんだろう。やっぱ、朝起きてファンアートタグで自分で検索するじゃん。その時に一つ増えてるとかあったら、この日は多分一生ハッピーでしょうね。その日は一生ハッピーっていう矛盾が生じたんですけど、ハッピーですね。ハッピー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 ですよ。これ間違いないです。どういうことですか。恐れ多すぎます。いや、本当嬉しいんだよね。てか僕起きてるし、今見てるし、全然今でも僕今チェックできます。全然、まあ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 お任せします。全然ね。待って、この紙のこの紙良くない？存在自体で恐縮しているのがやばい。いや、ほんとそう。みんなね、自信持っていいと思う、ファンアートには。それだけの力があります、姉には。これさ、でもほんとに、ちょっと見て。でもう一回大きくしていい、画面。てんだっけ。どう、髪の毛これ良くない？ちょっと髪の毛見えないかな。見える？これ綺麗じゃない？なんかちょっとセシルというか、ファイナルファンタジーのセシル感があるというか、ハウルの動く城のハウル感があるというか、なんていうのかわからないけど、大変素晴らしいですね。でも思ったけど、あれだな。待ってね、ありがとう。見てくれてありがとうございます、皆さん。ね、僕のピアスじゃなくてイヤリングがもっと大きくないとですね。だって見て、僕の顎まであるじゃん。顎近くまで下がってるじゃないですか。もっと大きくないといけないかもね。髪の毛描く天才オルありがとうございます。助かる。ハッピー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 。
ハウルナオさん。でもね、僕ね、ハウル好きなんですよ。ハウル好きなのよ。自由な。何度ハウルになることを夢見たことか。僕が好きな声優さん誰ですかって言ったら木村拓哉さんって答えちゃうぐらいにハウルが好きだからな。でも本当に挑戦しにくい構造を書いていることからとても素晴らしく簡単が出ます。簡単でやってますか。簡単だってる。簡単だってるよね。完成、あ、OKOKOK。簡単が出ます。彗星だ。絵界の彗星。ありがとうございました。いやー、ありがとうございます。そんなに言ってもらえるの？ちょっと待って、もう。本当にちょっとね、今ね、本当にイラスト上手くなって、本当にイラスト界で生きていきたいわ。そこまで言っちゃう、もう。そこまで言いますか、ヨンジは。そんな甘くないよっていうのもわかるんだけど。でもなんか、あまりにもイラストを描くことが楽しすぎて、仕方ないよね、もうね。ここまで来ちゃったら。投稿しました。ちょっと恥ずかしい。待って、投稿した？待って。てっ待って、スーさん。うっさん。待って、めちゃめちゃうまいんだけど。待って。スーさん、ちょっと待って、俺この話どこでしたんだっけ。待って。すみません。大きな声出せないんですけど。待って。なんでこの話、この話したよね。確かにした気がするんだけど。ちょっと待って。ちょっと、リツイートまだしないね。まだしないですよ。これさ、この話、どこでしたんだっけ？あ、マインクラフトだよね。マインクラフトの雑談でしたんだよね。あ、すいません。まずありがとうございます。この話ってさ、マインクラフトで、こんなオープニング考えてたんですよって話をしてた時ですよね。何か書き忘れとかないかなって一生不安です。え、全然もうこれでいいじゃないですか。めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。何も問題なくない？超かわいい。入って。開運寺屋入って。ちょっと。うわぁ、ありがとうございます。超かわいい。すごい。あ、そう。で、すいません。この内容を知らない方になんですけど、僕が前の配信です。いつの配信だったかちょっと忘れちゃったんですけど、マインクラフトの雑談配信をしてた時に、僕実はこういったオープニングの、配信のオープニングを考えてたんですっていう話をしてて、それがアニメーションの、オープニングで、どういった内容かっていうと、カヨンジナオが高層ビルのマンションに住んでて、高層マンションの、一室に住んでて、夜雨が降ってる、その、ベランダに出て、その雨を操って遊んでるみたいな。外を眺めながらみたいなね。そういったオープニングを作ろうと思ってたんですっていうことを話したんですよ。だいぶ前に。だいぶ前じゃないか、最近か。それをスーさんが覚えてくださっててってことですよね。スーさん、答え合わせ合ってますか？そうだと思ってるんだけど。そうそう、ネイルもね、黒なんで僕は。すごすぎる。
感動だ。ありがとうございます。やばいな、ファンアート一気に2枚もらっちゃった。そうです、そのエピソード聞いてから素敵すぎて書き始めました。嬉しいなぁ。いやー、なんかだからやっぱね、ダメだ俺、カヨンジ、あ、俺って言ってた、ごめんなさい。あの、覚えてもらえてることが嬉しすぎるな。これやばいね、ちょっと。なんか僕がボソッと話した内容を覚えてくれてる、それがもう嬉しすぎる。ありがとうございます。ちょっとどうしよう。なんかすいません、これってあの背景投下とかして、あのいいんですかね、あのなんだっけ、サムネイルとかに使用するの OK ってことで、一応確認なんですけど、あのファンアートタグがそうなんですけど大丈夫ですか。嬉しいです。いやいや、こっちが嬉しい。ちょっといやいや、もう、ありがとうございます。やばいわ。ちょっと、なんか、最初、赤ちゃんの、あの、イラストなのかな、赤ちゃんの話題があったからさ、この話、そのイラストなのかなと思ってたんだけど。あ、でも、そっか、書いてますって、だいぶ前に言ってたもんね。本当に私もすごく本当に見たかった場面なのでとても嬉しいです。危険。びっくりしちゃった。ちょっと。そうそう。本当にこれです。僕が思い描いてたアニメーションがこれなんですよ。本当にこれなの。びっくりしちゃった。あまりにもリアルすぎて。自分が想像して、その、なんだろうな、考えてた構図っていうんですか?だし、だわ、はあ、本当に、あ、これ読んだか、すいません。はい、もし私ができそうだったらフィルターとか雨とか外したものを用意しましょうか。おそらくできます。あ、本当ですか。あ、確かにそうだね、雨があるとあれか、こっちの方で背景投下って難しいか。あ、できるとしていただけると嬉しいですけど、なんかそれだともうなんか依頼みたいになっちゃうね。もしスーさんがよろしければそういうのいただけるとすごく嬉しいです。あの、サムネイルとかに使用させていただきたいです。可愛すぎる。可愛すぎます。でさ、そう、竜とかをさ、作ってる、その水を、雨を操って、竜王とかを作ってるっていう話もしたのよ。竜なんだよね、ちゃんとね。びっくりした。もう話してる 100% がここに注ぎ込まれてます。嬉しい。え、ちょっと待って。私も早くファンアート書き上げねば。ちょっと待って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 。馬角さん。もしやですか?もしやですか?ちょっと待ってです。馬角さん。書いてください。え、この前のあれ?この前のあれ。え、あれを書き上げてしまうおつもりでございますか?こんばんは、寝落ち用 BGM に代わりにします。お、ボンくん。配信に来てくれたのは初めてかな。どうも、こんばんは。鎌田ボンくん。あ、皆さんに紹介していいですか?していいよね。てか、多分、ボンくんのことを知っている人はほとんど、みんな、知ってるかな?多分知ってると思う。
ボン君は僕のあの仲良くさせていただいている配信者さんです。ボン君にショート動画の作り方とかの参考にさせていただいてます。すいません、寝落ちの BGM 用なのに、またなんかコメントさせるような内容を話してしまった。ごめんなさい、無理せずね。嬉しい。ではでき次第釣りに投稿します。ありがとうございます。やばいな、ちょっと困るて、嬉しすぎるて。ちょっと今日配信してよかった本当に。まあ、いつも配信してよかったと思ってるんだけど、ちょっと今日はちょっとレベルが高すぎる。嬉しさのベクトルがカヨンジ爆発しちゃう。ちょっとカヨンジ疲れちゃう。寝落ち BGM の声で最高な奈緒さんの声。まあカヨンジの声いいのかなと言ってくれるのはとても嬉しいな。ありがとうございます。あと最初の方作業雑談なんだっけ、普通の雑談だったからこうやって絵描いてるの見せてなかったんだけど、見せてよかったね。みんなからこうどう思ってるかみたいな感想を聞けるし。これからもたくさんやりがいを感じさせてくれる。クククアクさん、それはそういう意味でございますか。いやちょっと、いや皆さんのこのアートでやりがい感じてるよ、感じてますよ。カヤンジは本当にありがとうございます。15分後にね、終わるとか言ってたけど、終わってないね。ちょっと、あまりにもテンションが高くなってしまって、カヨンジ眠気が飛んでしまいましたよ。まあ、もう少しやるか。みんな、なんか起きてるみたいだし。ね。めちゃくちゃ落ち着きます。ありがとう。みんなさ、あ、そうそう、これを知りたかった。皆さんは、カヨンジナオを知る前と知った後で、就寝時間に変化はありましたか？寝た時間、寝る時間、睡眠する、睡眠につく時間に変化はありましたか？これ、僕が望む答えは、ノーです。変わってませんが、僕は聞きたいんですけど。どうですか皆さん。あ、いやよかった。そんな変わりありません。よかったよかった。もともと夜行性でした。変わってません。もともと夜型だからチーム力変わらん。よかった。じゃあなんで聞きたかったかっていうと、その、
なんか僕の配信が結構夜よりよりじゃないですか、結構。だからなんか、ね、みんながさ、僕の時間に合わせちゃって、あんまり寝れてないとか、そういうことがあるとちょっと、それはちょっと心配なので、できれば、そうそう。あんまり、もともとこの時間が起きてて、でなんか、もともとなんか携帯いじってたりとか、作業してたりしたんだけど、まあ、そのお供として、こう、カヨンジュナーの配信見てますとか、それぐらいだったらなんかさ、僕も嬉しいんだよね。もともとあった時間割いてくれてるからみたいな。そう、なら嬉しいんだけど。なんかね、カヨンジュナーを知ってから、あ、なんか明らかにその、寝る時間が短くなったとかだと、ね、ちょっと心配だよね。カヨンジュからすると。よかったです。だから今の回答が聞けて。ね、やばくない？ちょっと。カヨンジかっこよすぎんか？これ。ちょっと待って。すいません。俺かっこいいとか言って、なんかすごいナルシストなんですけど、すいません。あ、このイラストの話です。髪の毛を見てほしい。まあまあいいんじゃない。これに色を塗るのが楽しみで仕方がないわ。かっこいいすぎる。ありがとう。ゲームで夜明けしたりしてました。なるほどね。もう、なんだ、徹夜で寝ずにそのままみたいな日もあったみたいなね。いやー、僕徹夜はないけど、夜通しゲームみたいなのないけど、でも結構ね、睡眠時間2時間しかないとか、そういう時はたまにあったね。そうするとなんかね、もう起きてる気がしないんだよね。変な心臓の動悸がしちゃってさ、ちょっとそれは怖いなと思って、6時間近くは寝る、5時間は寝るようにしてるかな。そう、配信活動始める前とね、後だとあんま変わらないんだよね、カヨンジ。もともと結構、夜型だから。それもそれで、ね、いいよね。それはそれでいいか。それもそれでっていうか、それも、それはそれで。ちょっと今ね、あるイラストレーターさんの、イラストをかこう参考にさせていただきながらですね、書いておりますと。今日みんな何時に寝ますか？一応聞いとく。眠い時。まあわかるよ。眠い時ではあるな。眠い時に寝るのが一番ですからね。体はね、眠くなるようになってるからね、普通だったらね。眠い時が正解。その通りでございます。
ねえ、みんな。アグさん、アグさんってさ、アグさんも僕のことを知ったのは、おすすめに載ってたからでしたっけ？あ、今日はちょっと疲れてるので、早めに退場するかもしれません。いや、もう全然そちらを優先してください。まあ、明日はないかもだけど、明後日、しあさってはね、配信ございますので、また来てくれればね、いいのでね、無理なさらずですよ。はいはい、そうだよね。そうだね、なんか、おすすめ載ってくれてんだよね、意外と。YouTube さんが僕を勧めてくれたってことなんで、その期待に応えたい。YouTube のおすすめがじゃーん。カヨンジナを勧めていたと。どうやって検索したんですか、それって。なんか VTuber って検索したら出てくるんですかね。検索ワードはどんな感じなんだろう。検索ではなくただおすすめで出てました。そうなんだ。そうなんだ。嬉しいね。でも YouTube の今年一番の仕事はナオさんをおすすめすると。頑張ってくれよ YouTube。 僕を上に上げてくれ。まあまあまあ、最近 V さんばっかり見てたからかな。なるほどなるほど。でも本当にさ、そのさ、おすすめにさ、そのなんかお絵描き雑談みたいなサムネイルがあってさ、それをポチって押さなかったら合ってないってことでしょ。すごくないそれ。ネコさんがそのサムネイルをポチってタップしてくれたから今こうやって話せてるわけだもんね。すごいわ。何は新人 V さんはよく見る方なので、検索よりは関連する動画、おすすめの動画が出ました。なるほど。じゃあイコさんとアグさんは似てる、似たような経緯で、経緯というかあれできたのかな、おすすめの条件というかね。なるほどね。
ちょっと待って、カイアン寺紙書くの上手くなってきた？この短時間で。大丈夫カイアン寺、ちょっと成長早くない？そうなんですね、クリックした自分が偉いですいやいや本当にありがとう、そのクリックに感謝、イコさんのそのクリックに感謝です。アグさんもね、いやーこうやってね、やっぱ新人、なんだ新人、個人のさ、個人の VTuber ってたくさんいるじゃないですか。本当にたくさんいるんですよ VTuber って、個人の VTuber って。例えばさ、イコさんがね、いやこんなこと考えたくないけど、イコさんが別の VTuber さんのおすすめ動画を開いてた場合さ、もしかしたら一生開いてないかもしれないからね、カイアンジナオの。いやいやー本当にみんなありがとう超嬉しい今なんか、うん、考えると嬉しいな。ちょっと待ってね、ここがね、寄り添う毛束が欲しいんですよ。難しいな。いい顔、いい声、合わずに通り過ぎるにはなおさんはかなりありがとう。いやよかった、安心です、皆さんに会えて。なんかよかった本当に。難しいけどね、なんか僕からさ、リスナーさんを探しに行くことってできないからさ、そんな簡単にね。あ、寄り添う毛束完成できた。成長爆速すぎ、音速超えてるもう光の速さか。ちょっと相対性理論覆すか、カヨンジャの。ちょっと、お、光の速さ超えちゃうか。もう。たまにショーツとかで、焼き手型配信のものもが出るんですけど、あまり長くは見ていませんでした。ナオさんが素敵です。ありがとう。さ、イコさんがさ、コメントしないでそのまま見てた場合だとさ、僕は多分イコさんに気づくこともできずに、イコさんをストロンゲストウィッチにできなかったわけなんですよ、あの配信でね。イコさんのまず画面をタップしてくれたことに感謝で、コメントしてくれたことに感謝ですね。で、今見てくれてることに感謝です。感謝し放題なおさんが素敵です。ありがとう。ヘイナルでいろいろ調べたのですが、キャンバスサイズ、容量の大きさ、ブラウザ版からの投稿の3つの条件が揃わないと、投稿はうまく投稿できない、そう、できないみたいです。雨、フィルター外して、背景を一色にするので、そこからは頑張ってもらってもいいですか？もう全然大丈夫です。全然大丈夫です。頑張ります。僕ね、ここまでクリスタ使えるようになったんで、そこはちょっとお任せください。
ありがとうございます。超嬉しい。本当にある日突然私の目の前にあまりにも理想型の V が現れた。それがナオさんです。ありがとう。え、そんな言ってくれるか。お疲れ様だけでそんなに反応していただいて本当に嬉しかったです。何のお疲れ様だろう。いつのお疲れ様かな。あれかな、 X かな、 X のポストに対してかな。あ、いや初めてのね、あれか、初めてのポスト、コメントってお疲れ様ですだったんだっけ。本当にナオさんはいつも全力でリスナーの方々を迎えてくれるから。そうね、なんかリスナーってそうだね、なんだろうな、結局お互いに人間というか、まあ僕は半身ですけど、神ですけど、そこはちょっと置いといて、まあ嬉しいよね、来てくれるの嬉しいから、結局まあ自然と答えるというか、本当におはようコメント、おはようコメントというか、おはようのポストリプライ来てくれるじゃないですか皆さん。それとかもさ、普通に嬉しいから返しますよね。ただそれだけです。だからなんか、まあもうさ、そうだね、なんか人数が増えたらそういうことができなくなるのかなとか考えちゃうのがあれだよね、悲しいというか難しいとこであるよね。だからこうね、難しいよな、考えたくないとこだ。100人とかさ、200人とかからおはようって来てたらみんなどうするんだろうね。そういう時はあれかな、子さんっていうか、みんなのここにいるみんなだけのがフォローできるなんかアカウントとか作ってやってんのかな。わかりませんか、やんちは。終わる配信が長引いちゃった。あ、全然全然。みんながなんかそうやって腹の内をこう打ち明けてくれるのが嬉しいです。いや嬉しいですよ。みんなからそんな嬉しいコメントがいただけるので、僕は神のような神速で紙の書き方が上手くなってる気がする。上達してしまっている感じの。皆さんのおかげで僕は今イラストが上手くなっている気がする。テンション上がってイラストのパフォーマンスが上がってます。投稿しました。あ、本当ですか？ちょっと見てみます。見てくるよ、見てきますよ。え、あ、もう十分でございます。え、何が、え、
これ以上に何もなんか必要、これ十分じゃないですか。これで大丈夫だと思います。ありがとうございます。これあと黒巻きでね、切り取ったりして。そうだな、どうしようかね。竜が、竜をあれかな、投下するのが難しいのかな。まあまあまあ、大丈夫です。頑張ります。ありがとうございます。すごい、でも開運寺や、ありがとう。いやー、みんなありがとう、本当に嬉しすぎる。カヨンジ嬉しすぎる。明日多分めちゃめちゃ仕事やばいんだろうな。もううわーって働いて、ぐわーって進めて、明日も、じゃあ明日、今日も配信するわーって言って頑張っちゃうかもしれん。まあ言うてね、ちょっと明日はね、当番みたいなものがありまして、必ず遅くなるっていう帰りが、それが確定しちゃってるので、ね、それがちょっとあれなんですけど、火を消したかったら引っこ抜いた画像も作るので、いつでも言ってください。ありがとうございます。あ、どっちかっていうとね、竜が、っていうか竜も一緒にいてほしいよね。せっかく書いてくださったんで、けどまあちょっと頑張ります。すいません、そんなスーさんにいろいろとお願いしちゃう形になるのはね、僕も申し訳ないので。猫さん、定期的に猫のマークお返しします。僕の猫、ほい。みんなで猫を返す。大量発生してる、猫大量発生してるて。この BGM 飽きないよね、なんか。1時50分か。さすがに僕ちょっとね、明日もう早いわけじゃないんだけど、2時には寝ようかな。ちなみに7名さんかな、いてくれてるのは。ぜひぜひね、コメント待ってます。あ、でも無理にとは言ってないですよ、全然。雑談配信なので雑に話すんです。
今瞬きをたくさんしてたことに気づいた人はいるかな。そうね、なんか僕の配信を PC で見てくれてる人もいるんだよね。縦型 PC でも見やすいのかな。 PC の方がなんなら見やすいか。イゴさんね、イゴさん PC で見てくれてるそうです。なんか足りなくね、なんか足りないんだよな。もっと毛束が派生して出来上がる方がいいんだよな。でもこれでいいのか。10名様いらっしゃいませ、雑談配信ですね。あと5分ぐらいで今日は配信終わってしまうんですけどもね。最後になんか言いたいことあったら言いたいことあったら来たばっかの人に言いたいことがあるかどうかっていうとちょっとね、すいません、わかんないけど。めちゃめちゃ良くない？ちょっと右下にある画面のことを言ってるんですが、めちゃめちゃいいんじゃないですか。ちょっと観音寺さん、観音寺さん大丈夫ですか。ちょっと観音寺さん、こんな急に書けるようになっちゃっていいんですか。ちょっと前髪がね心配なんですけど、書けばいいのかわかんないけど、めっちゃいい、顔がいい、ありがとう、ありがとうございます。これでも本当に出来上がってさ、めちゃめちゃかっこよかったら全然ねっぷりありですよね。自分でも印刷したいもん。これ完成したらすごくいいものができや、でき、ん？完成したらすごくいいものが出来上がるってすごい、なんか日本語が変な気がするけど。すごくいいものになりそう。
いいに決まってます。ありがとう。この辺はなんかちゃっちゃっとこうね、前に垂らすこう流すぐらいでいい気がしてる。じゃない、シルエットはもう完成じゃないですか。これだいぶ綺麗な髪の毛で出てきたな。難しい、自分の髪の毛がここ上のくるんっていうのが。みんな僕のここどうやって描いてる、難しくない、くるんって。自分が一番わかんないわ。上達するに最適、確かに。これを乗り越えてカヤンジはコミケの壁さえ近づくということですね。一生ここいい線が描けないんだけど。いやいで描いてるやっぱ難しいのかな、ここ。こう曲がってるとさ、なかなか線、綺麗な湾曲できないよな。いや、これベクターレイヤーだったら発狂してるとこだな。音は細く、あとでベクターでどうにかしちゃおう。一旦書いて、これ書き終わった後全体像見るんだけどさ、間違ってた時ショックだろうな。いや、この曲がり方変じゃないって気づくんだよな、多分気づきます、これ。この後アヤンジは
どうですかね。もう違うよね。違うよね。難しいね。やっぱりそう簡単にはうまくいかないよね。まあ悪かないか。よし、今日はこの辺にして終わろうかなと。思うのであるぞ。どう？だいぶいいんじゃない？これ。最後に見せておきますね。いいじゃんいいじゃん。ちょっとあのね、この服の部分はちょっと気にしないでほしいって、一旦この辺ね、この辺は一旦考えないでほしい。ここ見たとき、あ、間違えたわ。間違えた、超間違えた。これね、この部分一旦考えずに、こう見たときにどうかですよ。うん、いいですね。ありがとうございます。この言葉が欲しかったです、皆さんから。ありがとうございます。かっこいい、綺麗、ありがとうございます。よー、ありがとうございます。いいです。めっちゃいいです。ありがとうございます。これでいこう。ちょっとねっぷりやりたいよ、ねっぷり。ありがとう、みんな。じゃあさ、今日はこの辺でさ、配信終わっちゃいますけどさ、まあ明日は、まあ多分まあ無理でしょうと。基本僕の配信はあの今週の予定の画像に書いてある日は、まず必ずやりますと。よほどの理由がない限りね。で、他はこのようにやれたら急に配信つけますってことになるんで、皆さん、その時はね、よろしくお願いします。まあ、来れる方だけでいいので、無理せずに来てください。こういう、ゆっくり雑談するだけなんでね。うん。よろしくお願いします。まだ高評価とかね、チャンネル登録されてない方いたら、お願いします。励みになります。励みになります。あ、はい、なんて言った俺。励になります。励みになります。よろしくお願いします。それでは、皆さん、今日はね、長い時間お付き合いいただきありがとうございました。ハゲって言った？ハゲって言ってたかな？やばい。励みになります。ありがとうございます。じゃあ、スーさんもね、おつなおです。イコさんおつなおです。猫さんもおつなおです。おやすみ。なおかかさんもおつなおです。おやすみなさい。アグさんもおつなおです。本気でナオさんが私より絵を上手に描くかもしれないと思った。今日もお疲れ様でした。アグさん超えようか。アグさん超えちゃおうかな。頑張ります。だいぶ先になるけど。楽しいからね。続けちゃいますけど。おつなおです。みんなもおやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。ちゃんと寝てね、皆さん。寝ましょうね。おやすみなさい。つなでーす。バイバーイ。